航海から黄金山の下の旅順軍港へ入る旅順軍港を眼下にソビエト海軍機を上げる旅順港は中国領内省大連市旅順軍地区にある港で古くからある旅順軍港に対して旅順振興も作られている旅順軍港は新朝により北洋艦隊の基地として異海兵と共に1890年代に建設された市街地から南にあり 北海から老ビ人黄金山に守られた旅順湾へ入ったところにある。1894から95年の日清戦争で攻防戦があり、三国干渉後にロシア海軍の管理下になり、1904から5年に日本海軍の管理下へ移る。1945からはソ連海軍管理下に移り、1955年に中国へ返還されている。 中国人民解放軍海軍司令部は同じく、旅順湾に面した旧西旅順高等学校跡にある。ハルビン大連鉄道の旅順支線の旅順駅があり、旅順湾へ引き込み線がある。大連地下鉄12号線の旅順新港駅旅順、新港駅向かいの新港待合ビル。 北海鉄道フェリーの待合ビル上記の旅順軍港が民用に使えないので、旅順駆逐が解放されて経済が発展するに、従って旅順振興が20世紀末、21世紀初頭に改作、使用開始された。旅順市街地から西にあたる北海の洋島湾に面しており、山東省遠大行為以外の比較的小規模の港への交通に使われていて、不当は 大連地下鉄12号線の旅順新港駅向かいの待合いビルから5分ほど歩くところにある。新港のすぐ北には山東省延大への北海鉄道フェリーの埠頭が完成している。新港の近くには大連機関車、車両などが移転した旅順開発区がある。大連地下鉄12号線の終点である旅順新港駅が完成している。車両用には 土羊高速航路が2008年に完成して、現在の深海高速道路あるいは G202 国道からのアクセスに利用できる。両東半島の南端にある大連市は三方を海に囲まれており、他にいくつかの重要な港がある。旅順軍港旅順新港、旅順新港、旅順、経済開発区。ありがとうございます。